エリー 95SD でビッグフィッシュが釣れました。こんな感じでさっきワンキャスト目になんか追いかけてきて食わなかったんですけど、ツーキャスト目にヒュッて出てきて食ってくれました。やりました。イエス、群馬へ。今日はね、トロント近郊の小さい住宅地の中にある小さい現地に来ています。いけそうですか。いけそうですね。よっしゃ、これ牛だ。こないだより全然でかい。釣れました。ここで50いったんじゃないですか。いってないかな。いってるいってる。やった。 DD でおめでとうございます。 DD でやりました。まさかのこの小規模ポンドで。おめでとうございます。ありがとうございます。 DD チッパー DD 投げてたら今日すごいグッドコンディションのバスが釣れてくれました。ありがとう。バイバイ。うわ。さっきビッグフィッシュが釣れたチッパー DD です。もうね、最後石に潜られて糸がザラザラですけど持ってくれました。嬉しい、ありがとう。釣れたルアーはね、チッパー DD。これなかなかいい仕事してますね。たくさんねロックバスがちっちゃいのがいるんで、息は小さいんですけど餌はたくさんいるみたいで、もしかしたらロックバス食ってるかなと思って DD を投げたらね来てくれました。やりました。大きい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 。キューって出てきて、一回目食わなかった。次のキャス、うわ、でっかい。これもなんじゃこりゃ。おお、でっかい。引っかかり方してます。気をつけて。持てない。よっしゃ、やりました。すごい食い方してる。いきます。これもさっきと同じぐらいありますね。ありがとうございます。こんな感じです。リリース、あ、噛まれた。リリースしたいと思います。すごい太ってる。ありがとう。バイバイ。このすごいちっちゃい池なんですけどね、え、釣り人も結構いて、街になんか歩く人もいて、憩いの場になってるような場所なんですけど、水がね結構きれいなんですよね。で、多分これ昔砂利穴ね掘った最終の穴に水が溜まってできた池だと思うんですけど、小さいんですけどすごいウィードがたくさんあって、でおそらくこれ湧き水だと思うんですけど、すごい水がいいんですよね。でね、もうちっちゃい小魚もいっぱいいるし、素晴らしいですね。はい、まあこの湖大好きです。いいね。はい、ゴミを拾いましょう。はい、